はい、こんにちは。ゆうかさんを、やっていこうと思います。はい、じゃあ前回の続きになりますが、今度は不飽和炭化水素というのを見ていこうと思います。不飽和炭化水素の中でも一つアルケンと、これは C の N、H の 2N の一般式で表せられるものであったということで、このアルケンの特徴は必ず二重結合を1個持ったものであるということになります。で、名前の付け方ですが、ENE をつけて、語尾にですね、一番最後に ENE をつけて、呼ぶようなものが特徴であるということです。で、このアルケンですが、炭素2個の場合はもう必ずね、実はその物質しか存在しませんが、炭素数が3個以上になった時には構造異性体を持ちますよということになります。4個以上だと、気化異性体と、気化異性体ね、というのを持つようになりますよと。別名ですね、シストランス異性体、どうしようかな、シストランス異性体と、ごめんなさい、これカタカナで書くこと多いですね。シストランス異性体というふうにも、呼んでおります。はい、ではね、そこら辺ちょっと詳しく見ていきたいので、ちょっと下の方にずれていきます。こんにちは。はい、じゃあですね、まず最初炭素が2個だった場合、 C の2、そうすると今回のこのアルケンは C の N、 H の 2N ですので、 H の数は4というふうになります。じゃあその構造ですけど、はい、炭素炭素があって、必ずそこに二重結合があると。で、あとは水素がこう配置されているということになりますんで、こんな感じですね。で、特徴としてはこの炭素と水素、炭素原子水素原子の位置、並んでる場所なんですが、平面上に、ごめんなさい、同一平面上に存在しているということになります。同一平面上、あららら、同一平面上ですね。うん、まあ、つまり何が言いたいかっていうと、この1個の例えばノートに炭素原子と水素原子が全部こう埋まってるというような状況ですね。なんでそうなるかっていうと、炭素原子同士の間がこう二重結合だからということですね。例えば皆さん、今両手でピースしてください、ね、で、そのピースを、はい、人差し指は人差し指、中指は中指の状態でくっつけてください、ね、で、そのおでこに当てるとこうビームシュワッチと、知らんよね、はい、まあそれいいんですが、このね、人差し指と中指がこうくっついたの、はい、これ回転させてください、左手固定で右手だけ、はい、ぐるーっと一回転できませんよね。うん、じゃあ今度は人差し指と人差し指だけをくっつけて右手をぐるーっと回してください。これは回ることが可能であると。ということは二重結合であるとこういうふうな回転っていうのができなくなるということで、つまりはさっき、ピースとピースくっつけてできたように、その存在している位置っていうのはこう同じ平面上でないとしか存在できないということになりますので、これがね、いわゆるアルケンの特徴であるというふうに覚えておきましょう。アルケンもこれ一緒ですね。ということで自由回転不可ということですね。自由回転不可と。はい、これをねしっかり覚えておきましょう。はい、じゃあ続きまして、炭素がじゃあ3つだった場合、あ、ごめんなさい、2つだった場合、これエチレンと、ENE で終わりますんで、エチレンとね。はい、それで続きまして、今度炭素が3つだった場合ですね、 H は 2N プラス、ごめんなさい、 2N ですから C3、 H6、名前がですね、プロピレンと、プロピレン、別名プロペンとも言います。どちらも結構です。はい、そうするとこれは
グロピンですね。炭素が1、2、3つ目はじゃあこっちにしましょうか。C3 と。ね。はい。あとは HH と、こんな感じで書いていきます。そうすると、実はこれも同一平面上に存在した形になるということですね。うん。はい。ただ、炭素が3つからは構造異性体が生まれてくる。はい。じゃあ、このプロピレンの構造異性体、みんなで考えてみましょう。どんなものがあるかと。構造異性体。はい。どんなものがあるでしょうか。要するに、C の N、H の 2N の構造異性体っていうのは、とりあえずこのアルケンは今のところこのプロピレンしか存在しません。どうあがいても他の構造異性体ってこれ以上作ることはできません。とすると、じゃあ C の N、H の 2N で表すことのできた他のもの、前回の授業でもちょっと出てきましたが、覚えてますかね。そうです、シクロアルカンと。ですから、シクロアルカンである炭素が3つ。シクロアルカンの特徴はシクロのロのこの感じですよね。この感じの通り輪っかを作る。じゃあ炭素3つで輪っかを作って、あと H はどうでしょう。こんな感じで余った炭素の手に水素をくっつけると、確かに C3H6 の、物質が生まれてきたとね。ちなみに名前は、炭素3つはで、今回アルカンですから ANE ですね。炭素3つはプロ、プロパンで輪っかなんでシクロ。はい、ということでシクロプロパンね、というふうな名前がついてきます。はい、ということで、このプロピレンとそれからシクロプロパンは構造異性体の関係にあるとということで、上でもちょっとやりましたが、N が3個以上になった場合には構造異性体が出てくるのがアルケンの特徴であるということですね。これしっかり覚えておきましょう。はい、じゃあ続いては C4H8、 この場合について考えていきましょう。4個以上になると、機械生態っていうのが出てきますので、名前が1つではございませんということで、まず、1つ目です。とにかくアルケンの特徴は二重結合を1個持っていることですから、こんな感じ、234と直鎖で結びましょう。で、こちらですが、名前の付け方、1234個こう炭素がありまして、番号を振ります。で、こんな二重結合みたいなのがある方の近い炭素からこういうふうにの若い番号を振っていきます。ということで、これは1番目に、この二重結合のついた種差は4つですね。種差は4つのものになるんで、これブテンと ENE です。アルケンなので ENE をつけて1ブテンというふうに呼んであげます。ちなみにこの1ブテンは、2番目3番目それから3番目4番目のところね、単結合があります。ということは炭素はね、自由回転できますので、特に3番目から4番目の炭素が平面上には同一平面上には存在しないということになるんで、まあ、先ほどのね、プロペレンとかとはちょっと変わってきますよと。はい。で、その他にも C4H8 存在しております。例えば、じゃあ今度は真ん中に二重結合がこう来た場合と、 HH とはい。そして今度はこの逆バージョンですね。真ん中に炭素が来てんだけど、二重結合来てんだけど、炭素の位置がこうパラパラみたいな感じ、パラパラってわかる、あの昔のね、あのダンスみたいなのあったんですけど、はい、それを置いといて、こんな感じで炭素原子がね、下にこう整ってるか、あるいは互い違いみたいになってるかというところですね。うん、これ名前がですね、シス2ブテン、
今これアルファベットで書けましたけど、カタカナでも可能です。カタカナの方がいいかな。はい、ちなみにこのお隣さんはこれトランスニブテン、ね、はい。でこの2つの違いは何かっていうと、ここの二重結合をそのままこう点点点点と持っていった時にですね、メチル基の位置、はい、これは下に向いてる、トランスの方はこうテンセル上に行ってると。とするとこの左にある物質と右にある物質は違うものであると、異性体であると。じゃあ異性体の中でもこれは何かっていうと、こういうふうにシス型トランス型を取って異性体になる物質を気化異性体と。今日のポイントですね。ごめんなさい、ちょっと漢字が、気化異性体。ごめん、はい、というふうに、読んでおります。じゃあどっちがシスでどっちがトランスかって今これイメージしづらいと思うんで、今日はね、特別にちょっと1個ね覚え方を教えておきます。はい、ということで、あ、これ太すぎだな、こんぐらいでしょうか。はい、シス型、これねアルファベット C です。はい、いきます。どうですか、今描いたこの絵をね、くるんとこう90度向けてください。これアルファベット、これ C がこう存在してると。こんな感じね。うん。はい、だから C っす。はい、その一方で、これね、こう来てこう、これトランスの T ね、トランスの T。ほら、T。ね。ということで、シス型っていうのはこう同じ方向にこう C、アルファベットの C を描くような感じで存在しているのも C っすと。その一方で、アルファベットの T のようなこう並び互い違いになっているものをトランス。はい、じゃあアルケの代表例見ていきます。まず最初、エチレンと呼ばれるものです。先ほども出てきましたが C の、2 H の4と、いう数でできておりました。じゃあエチレンですが、まずはね、無色特異臭の気体である。特異臭っていうと、まああれですね、ちょっとツーンとくるっていうよりかは、ちょっと臭いなという感じの匂いですね。ツーンとくるのが刺激臭と。で、その他の、まあ匂いっていうのは大体特異臭というくくりで、結ばれます。ですので、エチレンっていうのは、ただ匂いがあるよと。前回のメタンに比べて、まあエチレンっていうのが特異臭が出てきますよということですね。はい、でその他特徴は反応性に富むということになります。ですからいろんなこう物質と化学反応を起こしやすいということですね。さらにはまあ引火性の気体燃えますよということです。じゃあそんなねエチレンの作り方ですけど、これはですねナフサの熱分解っていうのもまあ一つあります。まあこれ化学反応式はありませんので、そのまんまこのナフサの熱分解っていう言葉も覚えておきながらですね、もう一つ実験的なものですね。エタノールから作っていきますよと。どうやって作っていくかっていうと、エタノール C2H5OH という物質です、ね。これを濃硫酸を用いて、160度から170度にしてやると、エチレンが出来上がるということですね。詳しくはこれまたおいおいやっていきますが、こんな感じで作ることができますよということになります。はい、じゃあ下の方行きまして、続きましてこのエチレンの特徴ですが、負荷反応を起こしやすいと。じゃあ負荷反応ってどんなことかっていうと、二重結合などの不飽和結合が切れ、その部分に他の原子や原子団が結合する。さっきピースをねこうくっつけてもらいましたが、あ、一方方切ってください。どうでしょう、手が2本出ますね。でその出た2本の手に対して原子や原子団がくっついていくことを負荷反応というふうに呼びます。
じゃあどんなものが孵化できるかということですが、例えば臭素を孵化する、エチレンに対して臭素孵化、そうするとどうなるかっていうと、はい、結合の手が切れます。どこが切れるかっていうと、まあ、どっちか1個適当に好きな方をバツとね、つけてください。はい、そうするとよいしょ、こんな感じでね、くっつくかなと。まあ、要するに手がこう出てきますね。切れたところからこうビヨーンとこう手が1本ずつ出てくるんで、こんな感じになるかなと思います。切れた手をじゃあ青にしましょうか。こうポンポンと出てきたね。はい、そこにあとは BR くっつけてください。はい、ということでエチレンだったものに対して臭素を孵化するとこんな感じのものができるんですね。はい、名前の付け方です。とりあえず炭素原子、これも左右対称なんで1、2どっちが1番であっても2番であっても構いませんが、名前です。1番と2番にブロム、この臭素はブロモ基と言います。ブロモ基が2個ついてますんでジブロモ、はい、大元はこれエタンですね。さっきまでこれエチレンだったのに、ね、全部単結合になりましたね。ですからまあエタンに戻ったと、名前の方もエタンになるということですね。はい、じゃあ同様に、はい、水素孵化と、エチレンに対して水素孵化、もうこれ簡単にいきますよ。はい、よいしょ、ね、こんな感じでくっついてきます。名前がこれエタン。はい、続きまして今度は塩化水素孵化ということですね。よいしょ、はい、塩化水素 HCl です。よいしょ、そうするとはい HCl をくっつけて、名前はちょっと右に行きますがクロロエタンと、ね、クロロだけがくっついております。はい、じゃあ水孵化です。1素をくっつけると、はい、そうするとなんかこれ花粉なんかな、ちょっと目がかゆいですね。うん、はい、水くっつけたらどうなるかっていうと、これは一番最初に出てきましたエタノール。まあ OH のね、あれでヒドロキシ機能をつく場所がこれなんか前回と違うかもしれませんが、単結合は全て回転できるということでね、 OH の位置がどこであってもこれはもうエタノールと、いうことになります。はい、じゃあその下いきましょう。もう一つ特徴があります。どんな特徴があるかっていうと、今度は孵化反応も起こるんだけれど、ごめんなさい、多数の分子間でその同じものが孵化反応していく。だけど孵化が同じ自分自身っていうか、その自分のね物質、同じ物質同士が孵化反応していく、くっついていきますよ、重なり合うということで、孵化重合と、こういうふうに孵化重合してできたものを高分子と呼んで、例えば代表例としてプラスチックとかね、あれも高分子化合物の代表例ですね。はい、そんなじゃあ代表例としてエチレンがあります。エチレンがこう何個も何個もこうくっついていくと、よいしょ、うん、はい、でくっついていったらどうなるかということですが、手の切れ方としてはさっきと一緒でこんな感じでね、こうここがプツンと切れるわけですね。はい、切れて切れてこうくっついてきますよと、そうするとまあこう感じでこうピッこうね中火、やめようか、緑にしよう。はい、切れてこっちがこう今回手出します。まあ単結合なんでね、どこに出してもらってもいいんですが、今回こっちにこう出るよというふうに意識した時に、どんなものが出来上がるかっていうとこんなもんですね。
ひたすら CC が来て、こう HHHH と、はい、で緑の手でくっついて CC と HHH とね、はい、まあこんな感じで、一連だったものがどんどんくっついていく。ちょっとこの間ねスペース空けてますが、意味は特にございません。はい、でこれで何個も何個もくっついていってできたものが最終的にこういうふうに表すことができます。この、2つずつっていうのは同じ繰り返し単位になりますので、1つにまとめると要するにこの2個のもともとエチレンだったものが、全て単結合になった状態で繰り返してくっついておりますので、こんな感じでカッコでくくってあげましょう。そしてそれが N セットと、でこういうふうに N セットになったものですね、これをポリをつけて呼びます。エチレンがポリになったんでポリエチレンと、聞いたことありますね、ポリエチレン袋。はい、そんな感じで、高分子化合物っていうのができていきます。じゃあ同様に、塩化ビニルが、不可重合した場合どうなるか。はい、塩化ビニル先ほどもちょっと出てきましたが、出てないか、ごめん、ですね、塩化ビニルこんなもんですね。二重結合を持ってビニル基を1個持ってますよと。ビニル基っていうのはどんなだったかと。そうですね、 Cl です。これが不可重合していく、よいしょ、不可重合と。そうするともう、重合ときたらイコールポリですから、ね、重合イコールポリ、そう考えるとこれが何個も何個も連なっていきますよ。HH でこっちが H の下が CL と、ね、これが繰り返されていく。はい、名前もう出せますね。エチレンがポリ、塩化ビニルがポリになったんですから、ポリ、塩化ビニル。ということですね。はい。じゃあそんな感じで、不可重合っていうのが行われていきますよと。です。しっかり覚えておきましょう。世の中にある大半のプラスチックっていうのはね、こんな感じで不可重合を行われたものがね多く存在しておりますんで、またゆくゆくは、そのプラスチックっていうかね、合成樹脂っていうんですけど、その樹脂のところで説明してまいりますんでですね。はい、じゃあ飛ばしていきまして、じゃあそのアルケンでカッコ2番プロペンですが、プロペンってどんなものがあるかということで、プロペンは炭素が3つですね。つまりは C の3 H の6でできるものを考えていきましょうと。これはまあ1つしかありません。先ほどもちょっと書きましたがこんな感じですね。でこれにじゃあプロペンに塩化水素でもくっつけてみましょうか。はい、そうするとどうなるかということですけど、まあ要するに H とそれから Cl と。じゃあこの結合の手が切れて出てきた時にどっちにどうくっつくかということが出てくると思います。ということでこれ2パターンとだけ終わって感じになりますね。そうするとこうなってこうなって、出たこの手に対して、はい、まず H と Cl が来るパターン、そして逆のパターンですね。CLH。H が青。CL が緑だとすると、はい、このプロペンに対して HCL を、不可反応させた場合、これただの不可です。不可反応させた場合は、2種類のパターンが考えられると。ちなみに名前は、これは、官能器としては、H の官能器っていうのは、まあ、ありません。ありませんっていうか、まあ、普通は読みません。省略します。とすると、クロロ。これはまあ特に読みませんので。じゃあ、これは、1、2、3、炭素の主鎖の番号、2番にクロロがついた、プロパンということになりますので、2、クロロ、プロ、パン。完結語ですからね。ある缶です。ですから ANE で終わる。はい、その一方で、こっち側は1番目の炭素にクロロのついたプロパンなので 1-クロロプロパンと
というふうになると思います。じゃあまあとりあえずこう2つできるっていうのは分かったんだけど、どっちがメインでできるかということですね。つまりは100個このプロペンに対して HCl 負荷を行った場合に、2クロロプロパンと1クロロプロパンどっちが多くできるかというふうなことになってくるわけですけど、どっちだと思う？まあ化学っていうのは安定を求めますからね、どっちがこう主になってくるかっていうのは、いわゆるバランスがいい方っていうのが主になってくると、実はその法則として下に挙げてあるマルコフニコフ則というやつですね。なんかマルコみたいな、よくわかんない。はい、このマルコフニコフ則です。ちょっと読み上げます。R 圏にハロゲン化水素 HX や OH が孵化する場合は、 H 原子は、ごめんなさい、 H は H 原子が多く結合している炭素原子に孵化し、その他のものハロゲンや OH は H 原子の少ない方の炭素原子に孵化した化合物が主生成物となると。つまりは H 原子の多い方に H がつきますよと。元からある H、 はい、 HHH こんな感じで、プロペンってありましたね。 HHH と、とすると、一番こっち左黄色い H 見てくださいね。2番この一番左の炭素は2個持ってます、 H を。でも、こっちの真ん中の炭素は1個しか持ってません。とすると HX とかこのハロゲン化なんたらとか、あるいは A なんかこう孵化するもんね、 H がくっついたものが孵化する場合は H は H の多い方に、つまりはここに H がこうくっついてくる、ちょっと色が紛らわしいんですが、こっちに H がついた方が主であるというふうな法則が出ておりますんで、じゃあ2クロロプロパン1クロロプロパン左と右どっちが主になるかっていうと、そうですね、左側が主になってくると。いいですね。だってこっちもともと H が 1,2 個ありますから、そっちの方に H がついて3個目、で Cl は H が少ない方にくっつく。その一方で、はい、こっちがですね、複製生物、はい、H が 1,2 あるところに Cl がついてます。バランス悪いですね。これしかも端っこに Cl ついてる。これ自体もバランス悪いんですね。ということで、まあこんな感じで H 原子が元から多い方に H はこう行きやすいよと。で、H 原子3つになってこう安定した形を取ると。その一方でね、そうじゃない方は、いわゆる複製生物。要するに、まあできる割合が少ないですよ。ということになってきます。はい、じゃあお疲れ様でした。